谷として受け止めた方が自分のやるべきことがより明確になるから、そういう受け止め方した方がいいんじゃん、うん、偶然のように谷取らないで、うん、自分が何々をやったからこうなったという部分でやれば再現性ができるじゃないですか、うん、なるべく再現性をできるようにするというように、だから大の谷で受け止めたらいいと思うんですよ。相手の欲求に応えていくっていうか、欲求に応えていくと向こうから寄ってくれよ、向こうから寄ってくる。例えばこのスマートフォンは、このスマートフォンを値段を3分の1にして性能をこれの10倍にしてる、100倍にしたとする。それが分かったらもう売りに行かなくても向こうからバーッと来るでしょ。これが、ね、当然それが相手のニーズに叶えたら、相手のニーズはもっと安くて、もういい性能が良ければいいなってでしょ。だからそれに叶えたらもう向こうからお金持ってくる、飛んでくるじゃないですか。それがニーズに叶えるってことです。はい。